夏の季節、日曜日の午後2時半、地下鉄北大路駅から徒歩15分、大徳寺の東側、中華の酒井本店。京都で最も有名な冷麺が食べられるお店です。ランチタイムを外したつもりでしたが、お店の周りには順番待ちのお客さんがたくさんおられます。暑さがこたえますが、絶好の冷麺日和です。順番が来るまで陰で待っておきます。注文したのは冷麺焼き豚入り定食プラス150円で白ご飯を半チャーハンに変更。それと単品で餃子を追加しました。今回初めて食べるこちらの冷麺、食べた瞬間に笑みがこぼれます。美味しいです。京都で冷麺といえば必ず名前が上がるのも納得です。タレのよく絡んだ麺は太くてもちもちとした食感。タレはからしがぐっと効いており、酸っぱすぎず程よくまろやか。お酢は京料理の料亭でも使われている本醸造酒。具材は豚肉、きゅうり、もみのりの3種類のみ。冷麺を販売を開始した昭和28年の頃はエビや卵を乗せておられましたが、ブラッシュアップを重ねた結果、今の3種類の具材となりました。見た目で判断してはいけないと認識した良い例です。味を追求していくとシンプルになるのでしょうか。そしてここで餃子がやってきました。ニンニクの香りが鼻を突き抜けます。さらに食欲が湧き、チャーハンの食べる速度が加速します。冷麺が一年中食べられることで有名な中華の酒井本店。メディアや雑誌に多数掲載され、ファンは全国から来られます。昭和14年の創業当時は喫茶店で、後に洋食店へと変化。戦後、お肉が手に入りにくくなり、少しずつ中華料理を出すようになったそうです。約70年提供されている冷麺。その秘伝の味を守り通すご主人は、火加減から冷まし加減まで行っておられます。間違いなくおすすめの一品です。こちらのお店から徒歩10分の場所に、ちょっと不思議な石がある今宮神社をこの後ご紹介いたします。よろしければご覧ください。京都紫野にある今宮神社。平安時代に京都の町を脅かす疫病を鎮魂するため建造されました。ここ西陣の人たちから大切にされている神社です。境内にはアホカシさんと呼ばれる不思議な石が鎮座しています。神打ち石とも言われ、病気平癒の御利益があることで有名です。祈願の方法は
病気平癒を祈りながら石を撫で、その撫でた手で体の悪いところをさすります。すると病気が早く治るとのこと。そしてもう一つ、この石には願いが叶うかどうかを占うことができます。アホカシさんはオモカル石とも呼ばれており、次の方法で占えます。1、石を軽く手のひらで3度叩いて持ち上げます。2、願いを心の中で唱え3度手のひらで撫でます。3、再び石を持ち上げます。2回目に石を持ち上げた際、どのように感じたか、1回目よりも軽く感じれば願い事は叶うと言い伝えられています。それではアホカシさんのもとへ参ります。アホカシさんです。病気平癒を祈り石を撫でます。撫でた手で体の悪いところをさすります。次はオモカル石を試します。手のひらで3度叩いて持ち上げます。願いを心の中で唱え、3度手のひらで撫でます。再び石を持ち上げます。軽く感じます。これは、願いが叶うということでしょうか。石の重さが変わる現象、少し調べてみました。人間の心理として、大切なものを持とうとすると、力を入れるため、軽く感じるそうです。石を撫でるという行為は、大切なものだという暗示にかける役目があり、その後に石を持ち上げると、軽く感じるそうです。全国には、同様の重軽石がいくつもあり、石を撫でるという手順が多くあるようです。夢のない話をしてしまいました。すいません。50歳も過ぎると、少しずつ純粋さが失われていくようです。余計な話でした。静かな京都の一角に立つ今宮神社。ゆっくり散策することができます。